こんにちは、ハミングバードの金沢です。今回紹介したい靴下はですね、まあ、年間定番として販売している靴下なんですけど、まあ、四季関係なく春、夏、秋、冬全部使えるタイプの靴下になってるんですけど、まあ、アンクル丈のこちらのタイプの靴下なんですけど、まあ、何がすごいかっていうのは今回特徴が4つありましてですね、まず1つ目が、発色ですね。綺麗な発色っていう部分と、次二つ目が1年間履けることを想定した靴下なんですね。かなり丈夫に作られてるっていう部分と、次三つ目がピタッと履ける。靴下を履いた瞬間にわかるんですけど、本当にピタッとはまる靴下にしたいっていう部分で、で最後の四つ目が、それでもピタッと履けてもきつくないっていう部分の全部の4つをまずテーマにして作ったのが靴下なんですけど、まあ順番に特徴を紹介していきたいんですけど、まず1つ目が発色ですね。まあこんな感じの色味で本当に綺麗な発色なんですけど、こちらコットンショートソックスっていう名前なんですけど、まあ本当にすごく綺麗な発色で、今回はですね、三山さんのメンロードって言って、その本当に綺麗な発色の綿を 93% 入れて、まあ 7% でポリウレタンナイロンゴムを使用してるんですね。なのでほぼ 100% 綿の靴下になるんですけど、まあその部分でいろんなところで見るその座敷とかで、ちょっと靴を脱いだ時に本当に綺麗に見えるとか、靴、ズボンと靴の間から若干見える綺麗な原色っていう部分で、作ったのがまず一つの特徴として、発色が綺麗っていう部分と、で、次の二つ目が丈夫、一年間履けるっていう部分なんですけど、まあ、見ていただくとわかるんですけど、すごく地圧なんですね。こうやって見ていただくだけでかなり地圧なのがわかるんですけど、まあなんでここまで地圧にできるのかっていうと、必ず靴下っていうのは、セットっていう作業が実はあってですね、そのセットって何なのかっていうと、これなんですよ。まあ本来この形イコール靴下ってイメージの方が多いんですけど、実はこの靴下の形っていうのは自分たちで型をはめて作ってるんですね。で、その型をはめるって何なのかっていうと、この金型。これは全くそういう金型なんですけど、この金型に靴下をセットして蒸気を当てるんですね。熱い蒸気を当てることによって、天然繊維から始まって化学繊維っていうのは熱を入れると必ず縮むんですよ。実は必ず縮むんですね。なので、ちょっと全く関係ない話になっちゃうんですけど、結構最近は多いのが24センチ、22センチっていう規格が普通の、ほとんどの場合22から24センチっていう規格なんですけど、それよりちっちゃい方、例えば21センチとか20センチの方っていうのはなかなか靴下選びっていうのはすごく難しいと思うんですよ。まあ、ほとんどサイズが合わないんでずれちゃったりすると思うんですけど、その21センチとか20センチの方っていうのは、コインランドリーとかでいいんで、乾燥機とかに靴下を入れてあげるんですね。そうすると熱がかかるんで、かなりぐるってちっちゃくなってくれるんですよ。まあ、かけすぎも良くないんですけど、自分でこうやって、ドア越しに見続けないといけないんですけど、それを見て本当にやるとかなりちっちゃくなるんで、ぴったり履ける可能性が高くなるんですね。あともう一つ自宅でできるのがドライヤー。こっちはちょっと危ないんですけど、一点だけそのドライヤーを当てちゃうとそこだけちっちゃくなっちゃうんで、まんべんなく入れないといけない。まんべんなく入れないといけないんですけど、でもドライヤーでもちっちゃくなるんで、もし本当に今のその靴下の22から24センチの規格がかなり大きいとかそういう場合の時っていうのは、ぜひ一回試していただくと、ぴったり履けると思うんで、まあ、自己責任でお願いしたいんですけど、まあやっていただくと、いいかもしれないですね。で、そのセット、話を戻るんですけど、セットっていう作業なんですけど、この時にですね、我々の靴下っていうのは実は、このぐらいまで編み立ってるんですよ、実は。編み立て状態ってこのぐらいまであって、その蒸気をかけてぐーって縮めてこのサイズまでしてるんですね。なので、糸のグラム数、糸の量、絶対数っていうのは、絶対量っていうのは変わらないので、ぐーって縮めたことに対して、薄いのをぐーって縮めると、おのずとこれだけ厚くなるじゃないですか。それと全く一緒で、ぐーって縮めることによって、すごいこの地圧感を出すことができるんですね。まあ、地圧イコール丈夫なんで、僕 26.5 センチで、これ22から24センチの価格なんですけど、今8ヶ月ぐらい胸で履いちゃってるんですけど、全然問題なく履けちゃいます。
26.5 の僕でもかなりパッツンパッツンに入っても全然問題ないんで、普通の方はまず間違いなく1年間持っちゃうと思います。で、今回ちょっと、こちらの3足製の靴下も一緒に用意したんですけど、まあ、比べてみると一目瞭然なんですけど、これ。まあ、こうやって見てあげると、ちょっと見にくいけど、それでも目でわかるぐらい地厚さが違うと思うんですね。こうやって見てあげると、こっちの方がすごく薄いと思うんですね。で、こっちが僕らのこの靴下なんですけど、まあ、3足1000円ってそもそもグラム数が全然違うんで、元々のセットの下が、仕方が、こっからセットしちゃってるんですよ。僕らの場合はここからぐーって縮めてるんですけど、ハミングバードの靴下の場合は、ここら辺から大体全部の靴下、大体 1.5 倍から2倍ぐらいのサイズで縮めてるんですけど、本来のその3足1000円っていうのは、そのグラム数使うだけ、まあ、単純に糸を使う量が増えるんで、高くなるんで、このサイズからちょこっとしか縮めないんですね。なので、すごく生地感が薄くなっちゃうので、だいたい1ヶ月から3ヶ月ぐらいしか持たないので、こう見ていただくと僕の指の色が見えるのわかります？もう肌色の僕の色が見えちゃうんですけど、こっちの靴下を見ていただくと、同じようにぐーって引っ張っても全然僕の肌色って見えずに普通に緑のままなんですね。ここがまず、生地の地厚さの差と、もう一つ、それが、1年間に対する、丈夫さっていうのが全然変わってくるんですけど、次がですね、さっき言ったように、ピタッと履けるっていう部分で、この、かかとなんですね。ちょっと見てください。このかかと、この部分。で、本来、靴下っていうのはですね、こうやって編み立てていくと、こういう形で、一目一目編み立てるんですね。で、ぐるっと一周一周、一目ずつ、こういう形で一目ずつ編み立てていくんですけど、その時に、このかかとになる時に一周ではなくこう編み立ててる最中に、必ず半回転ずつ切り替えてこうやって編み立てていくんですね。そうすると、このかかとの部分を作るのが一番実は時間がかかるんですよ。このかかとのサイズを1センチ、たかが1センチですよ。たかが1センチ伸ばすだけでどれだけ変わるかって言って、大体1時間で作る生産量の 20% から 30% カットされちゃうんですね。それだけカットされちゃうんで、まあ、今回ちょっと試しに持ってきたやつを実際に測ってみると、ちょっと見にくいんだけど、ここからここまでのサイズで、こうやって見てあげるとわかるんですけど、まあ4センチぐらいなんですよね、このかかと。まあそもそも、サイズがセットするときにぴったりなんで、この子22から24センチ履かしてるんですけど、かかとの靴下の型を履かしてるんですけど、もう全然かかとの位置が足りてないんですよね。そのぐらい、3足1000円で全然そのサイズ感がまず合ってないっていう部分と、なのでここは必ず、いろんって残っちゃうんで履いたときにこうやってずれていっちゃうんですね。で、こうやって見ていただくと、そのかかとの位置っていうのはだいたいこの子だと、4センチ、3.5 センチぐらいしかないんですよ。ちょっと見づらいんですけど、ここからここまでなんですけど、まあ大体 3.5 から4センチぐらいなんですけど、僕らの靴下をこう見てあげると、きちんとちゃんと、本来のこの女性の靴のサイズにしっかりピタってはまってるのと、もう一個こうやって見てあげると6センチあるんですね。まあ 2.5 センチなんて相当違うんですね、これ。で、この 2.5 センチ違うとどうなるかっていうと、履いた時にしっかりかかとの部分が、この部分がピタッとはまってくれるんですね。はまってくれるとずれないんですよ。ピタッとはまってあげると、全く本当に履いた瞬間に、あ、ピタッとはまったっていうのが、すぐにわかると思うんで、その部分でずれにくいっていう部分で、で、最後の4つ目、きつくないっていう部分なんですけど、きつくないって言っても、本当にそのゴムが入ってるんですけど、むくんでしまう方とかにはこれおすすめできないんですけど、このゴムの形を見ていただくと分かるんですけど、履き口の部分のゴムですね。この部分、本当にきめ細やかに入ってるんですよ。このゴムの部分っていうのがすごくきめ細やかに入ってるんで、そうするとどうなるかっていうと、こうやって見ていただくと分かると思うんですけど、本当に緩いゴムがこうやって入ってるんで、僕ちょうど今履いてるんですけど、9時出勤してから、今2時38分なんですけど、9時に出勤して10時、11時、12時、1、2、半、5時、6、大体6時間から5時間ぐらい履いてるんですけど、
まあ、こうやって見てあげるとわかるんですけど、一切ゴム跡がついてないのわかりますか？全くゴム跡がつかないんですね。普通にピタッとはまるのに、全くゴム跡がつかないんで、本当に緩くぴったり履けるっていうのがこの靴下の特徴なんですね。なので、もう本当にダメなところがないっていうのが正直この靴下で、本当に発色も綺麗で、丈夫、生地感もいいので、で、最後にきつくない。ピタッと履けるきつくないっていう部分で、本当におすすめの靴下になってるんで、まあぜひ一度使ってみていただくと、この靴下の良さっていうのがわかるんで、アンクルソックスが綺麗、好きな方とか、こういう綺麗な発色が好きな方っていうのは、一足で1年持つっていう部分を考えると、本当に1200円ってお値段なんですけど、すごくお得な靴下になるので、まあぜひ、履いてみていただけると、良さっていうのがわかると思います。ありがとうございます。